皆さんこんにちは、アンです。今日はこれポテンシックのドローン、これを紹介したいと思います。これね、中国製なんですけど、まあドローンをよくご存知の人はDJI のファントムっていうね、有名なドローンありますけど、まあそっくりコピーというよりもこれも模型版って感じでね。でこのドローンは 200g 以下なんですけど、なかなか大した性能を持っていて、まあこの中にね、GPS が入ってるんですね。その GPS はアメリカの GPS 測位システムとロシアの、グロナスっていうね、GPS 測位システムのデュアルで、こう衛星からのね、こう GPS の電波をここが受信して、自分の位置をこう自分でこうちゃんと決めてくれる。なので、最初にね、その GPS のコンパスとジャイロスコープを調整してあげる必要はあるんですけども、それさえすればもう置いて、このコントローラーのボタン、ね、このボタン、これを1回押すだけで、およそ5フィート、まあ、大体 1.5 メーター、1.524 ぐらいか、ね、5フィートまでヒュッと上がって、もうそのままずっとホバリングしてますよ。で、その後に、あと自分でコントロールして、上げたり下げたり、回したり、右行ったり、左行ったり、こっちは右ですね。はい、でそういうふうに、こう、簡単に誰でもコントロールできてしまう。でまあ、普通風があると風にぐわーっと流されるんだけど、これの場合は、まあ、GPS でこう自分でちゃんと自分の場所を測位しているので、まあ、風が吹いてもその位置にとどまろうとどまろうとするので、まあ、とても操縦しやすい感じかな。僕なんかは山登って山の上 の, その撮影をしたいと思ってこれ購入したので、まあ、ちょっと、ね、試してみたい。まだ実際山の上ではやってないんですけど、河原の公園で試したものがあるんで、まあ後にこれをお見せしますね。まあ、あとね、これね、カメラついてるんですけど、カメラはね、これ3080ピクセル、ということは、まあ縦1920の1080、まあ、2.1 メガピクセルということになるのかな。画素数でいうと実際273600画素ぐらい、まあフルハイビジョン並みです、ね、だからね、意外と綺麗に撮れます。はい、思ったより。ただね、これね、200g 以下のドローンって、実はこうドローンには規制があるんですね。200g を超えるものと 200g 以下では、かなりこう規制が違って、まあ、いろいろこの国土交通省とかね、航空法などに関わって、届け出を出さなきゃいけない場合がある。でもね、これは 200g 以下なんで、大体、その、決められた場所、行けませんよって言われてる場所以外は、まあ、届け出出して飛ばせる、ね。まあ、それでもね、これにも関わる法律はいろいろあって、150メートル以上飛ばしてはいけないとか、まあ、あと夜間飛ばしてはいけないとかね、まあ、その辺は皆さん飛ばす人が自分で、調べて、マナーを守って飛ばすという感じでしょうかね。はい、でこれGPS がついているので、例えばヒューとか飛ばしますよね。で電池がなくなりそうになったら、ちゃんと自分で判断して、またちゃんと戻っていく。で、もしくは、もうこれで戻したいなと思った時に、このワンボタンでオートリターンがかかるんですね。このボタンを一回押すと、ずーっとその一番最初に飛んだところまで来て、それで降下してくる。ね。なので、まあ、障害物にもね、案外ぶつかりにくいですね。はい。まあ、それとですね、この、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、このワンボタンで5フィートまで上がって、このワンボタンで5、また下に着陸するんですけど、これね、2回押しちゃうと緊急停止しちゃうんです。ですので、2回押さないように注意してください。ね。それだけは危ない。ね。飛んでる時に緊急停止したらどうなるか。ね。まあ、お分かりだと。ね。まあ、そういうことで。まあ、あとね、そうですね、アプリが使えるんですよ。アプリをダウンロードすると、そのアプリが使えて、まあ、アプリでね、例えば、
ポイントを設定するとそのポイントからポイントまで飛ぶと、ね、もしくはそれであのカメラを動かすとか、まあ、いろいろな操作もアプリでもできるようになってますね、はい、じゃあちょっと実際に、飛ばしに行っていますので、楽しみにしてください。はい、では、はい、風速を測ってます。まあ、2メーターから3メーターぐらいなんで、そうですね、今日は30メーターぐらいまでしか飛ばさないので、まあ、大丈夫だと思います。はじめにこうやってあの赤いランプがつくんですね。そしてコントローラーのスイッチを入れます。そこで Wi-Fi、 このポンティジックね、これを入れると、 Wi-Fi 接続 OK、 そして起動します。そうすると T25 コントロールで、はい、皆さんいかがでした？ちょっと飛ばしてみましたね。これそれとあとこれのね、弟機種で T18 っていうのがあるんですけど、 T18 はまあ重さも同じで黒いボディで、まあほぼ性能は一緒らしいんですね。でその上に T35 っていうのがあるんですが、 T35 は 700g の重さなんで、まあ多分風には相当強いと思うんですけど、やっぱりそのさっきも説明したようにね、ドローンの規制があるんで、なかなかこの飛ばせる場所とかね、まあその届け出とか、ね、そういう問題があります。でも本当に撮影をこう楽しみたいなと、あの素晴らしい画像を撮りたいと思えば、やっぱこちらの重い方がね、風にも強いし、あ、ブレも少ないんじゃないかと思いますけどね、まあ、ただね、こちらの T25 もコンピューターのソフトでね、あの手ブレ補正とかしてあげると、かなりあの映像がね、あのよく撮れるし、実際登山するときにね、はっきり言ってね、あんまり重いものはね、こう持っていけないんですね。あの負担になりますね。まあそういう意味でこれを選びましたね。そういうことでぜひ皆さんもあの検討してみてくださいね。はい、ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。